選択的夫婦別姓をめぐっては導入に慎重な自民党と積極的な他党との違いが鮮明になっています。自民党は公約で直接触れていませんが、名字を変えることで生じる不利益について時代の変化を受け止めさらに解消するとしています。一方、公明党はキャリアの維持などの観点から導入を推進する立場で与党内で温度差があります。また野党の多くは導入に前向きです。共産党はそれぞれの選択に寛容な社会を作ることが急務だとして直ちに導入すると訴えています。立憲民主党は両性の本質的平等の実現を訴え、社民党は多様性に富む社会の実現を打ち出し、いずれも早期実現を掲げています。国民民主党は制度を実現させ多様な家族の在り方を受け入れる社会を目指すとしています。れいわ新選組も法整備から意識を変えるとして進めていくと訴えます。日本維新の会は戸籍制度を維持しながら旧姓使用にも法的効力を与える形で導入を目指す考えです。 NHK 党は導入の前段階として法務省が提示している代替案、例外的夫婦別氏制度も検討するように国会で提案していくとしています。はい、ということで、ここからは先ほどご覧いただいた選択的夫婦別姓の取材を続けるテレビ朝日の番組スーパー J チャンネルの溝上由香デスクに解説をしてもらいます。溝上さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずですね、自民党が慎重派、公明党や他の野党は基本賛成という中で、なぜ争点になっているのかというところからお願いいたします。はい、ですね、まず先ほどいろんな党の分を紹介していただきましたけれども、VTR の最初にあった通り、岸田総理だけが賛成 の次の国会に法案を提出する方って言われて手を挙げなかったっていう場面がありました。うん、はい、ただ法案自体をよく見てみると、実は維新の選択的ごめんなさい、旧姓使用に法的拘束力を与えていくっていう話と、自民党が公約には書いてないけれども、その旧姓使用を、もっともっと拡大するっていう方針っていうのは実は似通っているっていうのは、まず一回頭に入れた方がいいかなというふうに思っています。で、その自民党なんですけれども、岸田総理はそもそも自民党の中で長年タブーとされてきたこの選択的夫婦別姓の議論を復活させた一人です。で、この春に設立した選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟の呼びかけ人でもあります。で、総裁選の当初はですね、争点に選択的夫婦別姓全くなっていませんでしたが、かねてからその選択的夫婦別姓に取り組んできた野田聖子子ども政策担当大臣が出馬したことで一気に議論のテーブルに乗ることになりました。で、ただ岸田総理自身はですね、総裁選中は議論が必要だというふうに述べるにとどめて、はっきりしない答えをずっと続けていたわけです。で、この理由なんですけど、自民党内でやっぱり保守層がものすごくこの制度に強よく反対しているので、総裁選でやっぱり党内の票を固める必要があったためという見方も出ています。で、その総裁選を経て岸田総理勝って、衆院選の公約が発表されたんですけれども、はい、自民党が発表した衆院選の公約からはさらなる検討を進めるっていう一文、これまで入ってたんですけど、それも、それごと削除されてしまって、選択的夫婦別姓制、別氏制度ですね、がなくなってしまった。で、一方で立憲民主党ですとか他の野党がジェンダー政策に力を入れる党が何個か出てきて、で、彼らは選択的夫婦別姓制度を公約に盛り込んだりとかもし始めたんですね。ですから公約に盛り込んでいる党と、一方でもう全くなくなってしまった自民党と、やっぱりこう立場が鮮明になって、これで何と言いますか、争点化した、一気に争点化したというような流れです。で、VTR にもあった通りですね、18日の党首討論で誰、通常国会に法律を提出することに賛成する人は挙手をって言われた時に、本当は賛成推進派だった岸田さんが手を挙げられなかったっていうような象徴的なシーンにつながったわけです。先ほど VTR にも、ね、そのシーン出ていましたけれども、はい、まず冒頭の話はその維新と自民党が比較的こう似ているっていうところですよね。そうです、そうです。時その8人の党首が、手を挙げ、9人中8人が手を挙げて、岸田さんだけが手を挙げなかったって時に維新は手を挙げてるんですよ。挙げてるんだけれども、よくよく見ると維新は選択的にその別の姓で結婚しますっていう制度ではなく、
して、旧姓の使用を拡大していきます、そこに法的効力を与えていきますっていうようなことが書いてある、うん、でこれはあの自民党内で議論されているものと似通っているっていうような感じですね。ごめんなさい、どういうことなんですか。戸籍制度を維持しながら旧姓使用にも法的効力を与える形ってのは、これ具体的にどういうことですか。ですね、多分あの維新がどういうふうに具体案に落とし込んでるのかっていうのはちょっとあれなんですけれども、うん、あの少なくとも自民党の中でこれが議論されてるあのことについては、例えばだから銀行口座も旧姓で作っていいですよとか、運転免許証も作っていいですよとか、うん、あのとにかくいろんなもので、旧姓で生活できるようにしますよというのがあの自民党の案。ただこれあの日本の中だけですから、そもそもそれが通用するのは、うん、海外に行くとやっぱりできないっていうような指摘もあります。確かにそうですね、うん、その中でこの導入を求める人たち、まあ、あの VTR の中にもありましたけれども、うん、どういった困りごとがあるのか取材していてどうでしょうか。はい、そうですね、あの選択的夫婦別姓を求める人たちの議論というのは大きく2つに分けられるんですけど、1つはあの手続きなどが煩雑すぎてとにかく不便だという声、うんうん、でもう1つがアイデンティティが損なわれるっていうあの人権の観点ですね、うん、でそれぞれそのパキッと分かれているものではなくって、1の割合が多いか2の割合があの大きいかっていうのはあの個々濃淡があるようなものです、うん、でまずこの不便であるっていう観点から説明しますと、はい、あの現在ではあのうちの会社もそうですけれども、通商使用がたくさんの企業でできるようになっていって、ね、ってますね。ただ一方でじゃあ出張に行くときに事務の人が何かチケットを取ってくれました、そしたらいつも会社で使っているチケットが来てしまった、それはパスポートの名前と違うみたいなことは結構頻発するわけです。で私自身もそういう目にというかそういうことがあったこともあるの で、ね、あの本当によくある話なんですけど、うん、そういうときにその誰があの不利益を被るかっていうのを考えると、この受けた本人だけじゃなくって会社に余計な仕事のコストがかかるんですよね。そこでやっぱり事務の人がまた取り直さなければいけないとか、そもそもこの人は旧姓で仕事をしてるんだろうかとか、あのいろいろこう調べるコストっていうものが発生するので、旧姓を使いたい人はもう身分証ごと旧姓の方がまあシンプルだっていうような話もあって、ビジネス界からもあのもういい加減導入してほしいっていう結構強い声が上がってるっていうのが現状です、うん、でそのまあ名前のところで言うとビジネス面で言うと、あの跡取り娘 .com っていう団体があって、跡取り娘 .com、 そうなんです、はい、でこの方たちはあの跡取り娘さんたちが集まってる団体なんですけど、あの彼女たちもその昔みたいに兄弟がいっぱいいたりするわけじゃないから、一人娘が家業を継がなきゃいけないみたいな人が結構いっぱいいて、でもやっぱり結婚するとなると、あの夫の家から夫の姓に変えてほしいですとか、でも私は変えたくないっていうことが結構頻発するので、じゃあどうするかっていうようなものをまあ悩みをシェアして、でそのお互いのビジネスに相乗効果をつけていこうっていうような団体があるんですけど、あのやっぱりこうそういう悩みも出てくるんですよね。で跡取り娘さんたちにとってはやっぱり名字がなくなると、その家のブランドそのものも消滅するわけですから、その家業の存続とも深く関わっていたりとかもするんですよね。うん、家業によってはってとこもありますもんね。そうですね、うん、であのやっぱりこの彼女たちの団体がやった調査だと、あの女性経営者の 30% 超はあの夫婦別姓が選べないことは結婚をためらう要因になったですとか、あので実際 60% 以上の人が不都合を感じるっていうふうに回答されてます。やっぱり銀行で口座を作って、それがあの家業のビジネスと紐づいたりするときに結構あのまあ、細かい仕事とかが発生したりしてすごく不便だっていう声はあの私も直接聞きました、うん、で、まあ、諸作業ね必要になるわけですしね、うん、そうですね、あの一筋縄ではいかないっていうような、あの結婚するときにそういう悩みを抱えている女性っていうのは、あのなんとなく見たことがあるような気はします。そうですよね、はい、であのまあ、さっき言った2つ目の観点ですね、人権の問題であるっていう観点から言うと、そのジェンダー格差と結びついているっていう指摘もあります。で、うん、現在はあの夫のせいか妻のせいか結婚するときに、うん、まあ、選べるは選べるですよね、選べるんだけれども 96% のカップルが、あの女性が夫のせいを選んでるっていう現実があるので、やっぱりそこは結果的に見てここにジェンダー格差は現れてるよねっていうような指摘があります。あの要はもういわゆる婿入りしている人っていうのはちょっと少ないってことですよね。そうですね、 4% で、うん、あのさっきの VTR にもありましたけど、カップルがインタビューに答えてくださっていて、はい、で男性の方は
いやちょっとなんか嫌だなみたいなことを言ってて、うん、名前変わるの嫌だなって言ってて、まあ、女性の方はいやいや実家と名前変わるのにその絆はどうなるのっていうツッコミをされてて、うん、まあ、男性の人はいや僕男だから考えたことなかったなっていうことをおっしゃってましたけど、まあ、ああいう感覚が結構、まあ、すごく象徴的なシーンだなというふうに、そうですね、はい、思いました。まあ、なんかどちらもその悪びれもなくというようなところ、うん、まあ、男性の方が特にというような感じなのかもしれないですけど、全く考えてなかったって感じの雰囲気でしょうね。そうですね、まあ、当たり前になってると思います、うん、その 96% 周りの人たちが変えてるとそういうもんだっていうふうに人は思うと思うので、うん、あれはすごく素直な反応だなというふうに思いました。そして VTR では別姓のため事実婚が、を選んだカップルが登場しましたけれども、はい、万一の時のために婚姻届を用意しているっていうようなね、はい、シーンも映ってました、うん、やっぱり法的に婚姻関係がないと困ることがあるってことなんですね。そうです、そうです、実際、まあ、名前を変えたくないから事実婚を選ぶカップルっていうのも少ない、少なくない数いらっしゃるんですよね。ただその VTR にあった通り、その医療同意の際にやっぱり家族でなければって言われるケースや、海外赴任をについていくのに配偶者じゃあなたはないですよねって言ってついていけなかった、帯同させてもらえなかったっていうケースとか、そう、あとは共同でローンが組めなかったりとか、やっぱりこの法律上の家族じゃないっていうことだけで不利益を被ることっていうのは結構あるんですよね。なので彼女たちは自分、まあ、彼女彼らたちは別の姓のまんま法律婚ができる制度、つまり選択的夫婦制、別姓制度を求めているっていう感じですね。であとは、はいはい、うん、はいはい、どうぞどうぞ。この今言った不利益っていうのは、うん、その実質婚の人だけじゃないっていうところが結構ポイントで、はい、ちょっと考えてほしいんですけど、この不都合ってその同性婚の議論とも結構重なるところがあるんですよね。あ、なるほど。うん、で彼ら彼女たちも結婚したカップル同然暮らしていたり、まあ、最近では子供がいらっしゃる方もいるの で、 で、ね、で彼ら彼女たちはやっぱり法律上の結婚ができないので法律で守られてない、うん、で普通のカップルだったらできることができないっていうことがすごく多いんですよね、うん、なんでここのも選択的夫婦別姓と同性婚っていうところは結構議論が被るところがあるので、選挙前の公約とか各候補者の考えっていうのを見比べるときにチェックしてもいいポイントだなというふうに思ってます。あとは選択的夫婦別姓ってなると、これもね、VTR に出てきた19歳 の、 男の子っていうか、まあ、男性青年は、はい、大したことないって感じでもありましたけど、うん、子どもの姓はどうなるんですか。はい、ですね、これよくまだ議論が進んでないとか、うん、ツッコミというか、まあ、反対の人たちが言うときに聞かれる話なんですけど、はい、実はすごく遡っていくと1996年に法制審議会が、選択的夫婦別姓導入を含む民法改正案を答申していて、つまり法案の国会提出一歩手前まで行ったっていう経緯があるんです。で、これはもう結構細かいところまで決まっていて、子どもの姓については結婚する際に決めるっていうふうに手続きが明記されました。これつまり今結婚するときにじゃあどっちの姓使いますかっていうので決めますよね。それと全く同じで、子ども生まれてきたらこっちの姓を使いますっていうのをもう結婚するときに決めてくださいっていうような法案がまあ作られていて、国会に提出一歩手前まで行っていました。でちなみに兄弟はこの時の答申によると変わらない、一回決めたらその、まあお父さんだったらお父さんの名字、お母さんだったら兄弟全員お母さんの名字っていうような決め事まで一応できているっていう感じなんですよね。これはその選択的夫婦別姓が成立する機運が高まってたってことなんですか、その時は。そうなんですよね。テレビ朝日で当時法務省を担当していた先輩記者にちょっと聞いてみましたら、うん、はい、毎日のように間もなく提出ですとか明日提出ですとか来週提出ですっていうようなリポートをしてたんですって。で昔の原稿も見せてもらったんですよ。でそうなるとやっぱスタジオの部分で来週月曜日に夫婦別姓を選べることを柱とする民法改正案が5年の審議の末ようやく答申されることになりましたみたいな、もう今にも今にもっていうような機運だったようなんですよね。ただその毎日毎日こうレポートを
を出していたのに、はい、なぜか突然消えたっていうような感覚らしいです、うん、なんか突然ポシャっちゃったんだよねっていうような、うん、あの感覚らしく、でそもそも民法で改正案もできていて、それが提出見送りになるっていうのはないわけじゃないんですけど、うん、基本的にはすごく異例なことなんですよね。でなんでそういうふうになってたかっていうところを説明すると、うん、法案提出に向けた動きっていうのは1979年に国連が女性差別撤廃条約っていうのを採択して、これをきっかけに進められてきました。で日本はこの国連の、女性差別撤廃条約に1985年に締結するんですけども、男女雇用機会均等法はこの条約に批准するために制定されたんです、はあ、ただこの男女雇用機会均等法もすごく成立させるのに大変で、当時の厚生労働省の役人をしていた赤松良子さんっていう女性初 の文科大臣の方は、もういろんなところに鬼の根回しをしたっていうようなことを書かれてたりとかして、まあ、簡単にはいかなかったんだけれども、世界がこういう流れだから私たちもやらなきゃいけないって言ってこう着々と進んでいた。で その先にあったのが夫婦別姓、選択的夫婦別姓の話 で、うん、で世界的にはそのやっぱりその1979年の条約がきっかけで、女性が男性の性に合わせるのはおかしいっていう認識がどんどん広がって、うん、どん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 変わり始めてて、うん、で日本も流れに乗っていたんだけれども消えてしまった。じゃあなんで消えたのかっていう話なんですが、これがまあやっぱり保守系議員のものすごく強い反発があったっていうようなことが背景にあるようです、うん、で当時自民党の部会とかにまあ取材をすると、まあ家族の一体感が損なわれるですとか、墓守りは誰がやるんだ、子どもの姓はどうするんだ、学校でいじめられるだろう、家制度が崩壊するというようなまあ意見がですね結構声高に叫ばれてたっていうふうに、まあ当時政治部で取材をしていた人は言っておりました、うん。でそこから自民党内で選択的夫婦別姓の議論って時々議論にはなるんですけど、大きなうねりにはならなくて、例えば2001年には野田さんがやっぱり野田聖子さんが議論をもう一回やろうって言って高市さんが反対署名を集めたみたいな動きもあったりして、まあ、正直今と構図があまり変わってないっていうような印象もありますかね。で一方でその政治だけの問題ではなくって、この25年何が起きてきたかっていうと、いろんな会社で通商使用が当たり前に結構なってきていて、で96年のこの最初の議論が起きてた当時ってあんまりこう企業内で、旧姓使っていいですよっていうところなかったんですよ。だから女性結婚しました、そうなると会社の中で名刺からメールアドレスから結構全部変えなきゃいけないっていう手続きが結構あったみたいなんですよね、うん、ただまあ、いろんな企業で、まあ、結婚はしても別姓の、前の旧姓のまま仕事していいよっていうのが進んで、だんだんこの問題がもしかしてこのままいけるんじゃないっていうような感じでその表面化してこなかったっていうところもあるようです。ただ今はもう旧姓で仕事をする人がものすごく増えて、やっぱり不便なところあるよとか、私がじゃなくなったような気持ちがするっていうような人が増えて、どん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 声が大きくなってきたんではないかなというふうに思っています。まあなんかやっぱさまざまコメント欄にも意見来てましてね、はい、もちろん苗字に執着持ちすぎとか、なんで苗字変えるのが嫌なのっていう人がいたり、うんうん、賛成と反対年齢によっても意見が分かれているのでしょうかっていう質問だったり、うんうんうん、きっと女性の方だと思うんですけど身分証変えるの嫌だっていうねコメントだったり、まあここもやっぱり、賛成と反対っていうのは結構こうバラバラと分かれているような感じはコメント欄でも見受けられるのかなというところがありますし、あとそもそもどれぐらいが別姓を望んでるのっていう声もねこう中にはあったりとして、まあちょっといろいろ考え方はね分かれるところがあるので、こうしてまあ議論になってなり続けているっていうところはあるとは思うんですけどね、うん、そうですね、これ一番のポイントは選択的夫婦別姓制度なんです、はい、だから同姓にしたいカップルは同姓のままでいいですよ。で別々の人が別々がいいよっていう人は別々でいいですよっていうふうに選べる制度なので、強制的に全員が別姓になってくださいっていうものではないっていうのが一つポイントですね。でつまり私は同姓がいいけれども夫と一緒がいいけれども、まあ、お隣の人が別姓でも別に構いませんよっていう人は賛成派なんです、うん、でもお隣のお家もあなたたちも同じ名字じゃないとダメでしょって思ってる人が反対派なんです、うん、なので
今多分聞いてみると、うん、そのまあ他人のことはどっちでもいいよっていう人が比較的増えていたりするので、うん、早稲田大学とですね、選択的夫婦別姓全国陳情アクションというところが、うん、合同でやった調査によると、女性は20代から30代では8割以上が賛成、40代から50代では8割弱という感じで、女性が比較的高い、8割ぐらいがもうどうぞと、やりたい人はやってもいいし、いや私は積極的にやりたいですっていう人も含めて8割ぐらいがその気にしないというか、どうぞっていうような感じですね。で全体でいうと男性も含めて、まあ59歳ぐらいまでの調査ですけれども、男性も含めると大体賛成 70.6%、 7割ぐらいが賛成、うん、で強固な反対ですね、みんな同性じゃなきゃいけないっていうのは、まあ、大体 14.4% ぐらいなので、比較的そのなんていうんですかね、自分のことは置いといて他人のことは気にしないよっていう人が増えてきているっていうような印象です。まあだからその他人の部分は気にしないよというところで声はまあ大きくなっているという感じは受けますし、まあ一方でね、うん、まあこれまでのその伝統と、あとはそれを変えることによる、まあ現実的にどこまでどうできるのかっていうところも考えた上で意見が分かれるのかなというようなところがあります。そうですね、私自分の実感で言うと、私も最初は使い分けられるから便利かなぐらいな気持ちでいたんですけど、うん、やっぱりね、はい、仕事は今溝上でやってますけど、まあ、別の名字があるわけですよね、うん、そうなると突然かかってきた電話とかどっちで取ればいいか分からないとか、本当めんどくさいんですよ。なるほど。なので、なんかどうしても本当にそういうちりつもの困りごとっていうのが年々増えてきて、これは戻せるんだったらさっさと戻したいなっていう気持ちになることもすごくありますし、周りでも結構やっぱり女性の方はやっぱり変えたこととか、その使い分けをしている人が多いので、この使い分けって結構大変だよねって思ってる人がどんどん増えてるかなっていうような印象もありますし、もちろん私は同性の方がいいですよとか、会社ではこっちの仕事があって、子供関係のところは別の名字だから逆に身バレしなくていいわって思ってる人だったりもいらっしゃいます。困ってないからこのままでいいじゃないと思ってる人もいることも事実ということもあるかもしれません、ね、事実です、事実です、はい、ここまで溝上デスクにお話いただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。